皆さんこんにちは。多くのドラマや映画に出演し、女優として活躍をされている高畑充希さん。そんな高畑充希さんの彼氏といえば、俳優の坂口健太郎さんとの熱愛が報じられ、一時は結婚も秒読みと言われていました。しかし2021年に4年間の交際を終え、2人は破局されています。そこで今回は高畑充希さんの歴代彼氏や、高畑充希さんと坂口健太郎さんとの関係、高畑充希さんの現在の彼氏についてご紹介します。高畑充希さんと熱愛が噂になった歴代彼氏は2024年現在までに7人の男性がいます。それぞれ熱愛の真相を詳しく見ていきましょう。歴代彼氏1、増田貴久。高畑充希さんの歴代彼氏1人目はニュースの増田貴久さんです。高畑充希さんと増田貴久さんは2014年4月から2015年3月に放送されたフジテレビの番組未来ロケットで共演されていました。番組内でのドライブロケ中の2人の雰囲気があまりにもお似合いで仲が良く、本当の恋人同士のような感じだったことから熱愛が噂されたようです。ちなみに高畑充希さんが車の免許を取って初めて助手席に乗ったのは増田貴久さんとのこと。高畑充希さんと増田貴久さんには本当に付き合ってほしいと願う声も多くあったようです。その後も2022年1月20日に放送されたゴチになります。でも共演をされていますが、相変わらずの2人の様子に懐かしさを感じるファンも多くいたようです。しかし2人に週刊誌などの熱愛報道などはありませんので、仲の良い共演者ということみたいですね。歴代彼氏に千葉雄大。高畑充希さんの歴代彼氏2人目は俳優の千葉雄大さん。高畑充希さんと千葉雄大さんは2014年に公開された映画アオハライドで共演されています。そして2015年7月に2人で焼肉を食べているところをフライデーに報じられたことから熱愛疑惑が浮上しました。高畑充希さんが千葉雄大さんを見つめているようにも見える決定的な写真にも思えます。しかしお二人の事務所は仲が良いお友達ですとコメントして恋愛関係を否定しています。確かに高畑充希さんと千葉雄大さんが熱愛中であれば個室などを選びそうな気がしますよね。アオハライドのキャストメンバーは普段から仲が良かったらしいので、単に友達と焼肉を食べに行っただけのようです。歴代彼氏さん、高橋優。高畑充希さんの歴代彼氏3人目はシンガーソングライターの高橋優さんです。高畑充希さんは2016年1月に今度は高橋優さんとのデート現場をフライデーされました。しかも渋谷のホテル街での4時間デートとのこと。ホテル街でデートということで決定的かと思われましたが、あの食通で有名なホリエモンも絶賛する有名焼き鳥店に行くためだったようですね。高畑充希さんは高橋優さんに憧れていたそうで、ライブなどにも足を運ぶほどのファンと言われています。歴代彼氏4、岩田貴則。高畑充希さんの歴代彼氏4人目は3代目 JSOULBROTHERS の岩田貴則さんです。高畑充希さんと岩田貴則さんは2016年公開の映画植物図鑑運命の恋拾いましたで共演され、恋人同士を演じたことから熱愛疑惑が浮上したようです。また映画の劇中で長いキスシーンなどもあったことで大きな話題になっていたようです。しかし週刊誌などにも熱愛が報道されることもなかったようで、あくまで噂に過ぎなかったようですね。調査してみると、お酒の入った高畑充希さんが岩田貴則さんに対してそんなにタイプじゃないと言われて、ガンちゃんが振られるなんてエピソードもありました。歴代彼氏後、坂口健太郎。高畑充希さんの歴代彼氏5人目は俳優の坂口健太郎さんです。高畑充希さんと坂口健太郎さんは2016年に放送された月9ドラマいつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうで
初共演されています。ドラマのオフショットも公開されて共演者同士でとても仲が良かったと言われています。その後2016年4月から放送された NHK の朝ドラ「トと姉ちゃん」で再共演されて急接近したそうです。そして「トと姉ちゃん」の放送が終了した直後、日刊スポーツが2人の熱愛をスクープしました。高畑充希さんは舞台挨拶で記者から坂口健太郎さんとの関係について質問されると「内緒です」と否定も肯定もしなかったようです。また坂口健太郎さんも2017年2月2日に行われたエランドール賞授賞式で記者から高畑充希さんとの関係について質問されると「まあ仲良くさせてもらっています」と答えていました。報道された時点で交際半年と言われていましたので、2人は2016年5月頃から交際していたと思われます。その後は坂口健太郎さんの自宅マンションに通う高畑充希さんが目撃され、2017年の秋頃には高畑充希さんが坂口健太郎さんの自宅マンションに引っ越し、マンション内同棲も報じられていました。また2人は2019年9月と2020年1月に2度の破局が報じられていましたが、どちらも早とちりの誤報だったそうで、交際は順調に続いていたそうです。歴代彼氏6、城田優。高畑充希さんの歴代彼氏6人目は俳優の城田優さんです。2人は2015年公開のディズニー映画シンデレラの吹き替えで共演されています。そして2018年9月に坂口健太郎さんとの破局が報じられた後、高畑充希さんは城田優さんとの熱愛報道がありました。 SNS にツーショット写真がアップされたり、城田優さんのマンションでの宅飲みの噂などがあり、熱愛疑惑が浮上したみたいです。しかし高畑充希さんは自身のインスタで宅飲みの報道に対する意味深い発言をされています。根も葉もないを通り越して、もはや砂漠に木を生やすエネルギーと潤いがあるなら、もう少し別の美しい花を咲かせてくれたらいいのになと思う今日この頃、せちつらいぜ世の中、突然の飛び火に王子様もびっくりだろうな。本当にごめんね。私は本日も過保護、暖かくて愛すべき方々に囲まれ幸せでやんす。楽しいドラマになるといいな。この発言に対しては城田優さんも反応をされてコメントをしています。全くもって何も気にしてないよ、こんなのいつものことじゃない、最近全然会えてないし、よかったらキンキンうちで初宅飲みでもする、わら。高畑充希さんも、そだね、初宅飲みしたいね、わら、と返していました。このやりとりを見てみても、高畑充希さんと城田優さんの関係はあくまで仲の良い友人同士なんだと思われます。そしてこの城田優さんとの熱愛報道があった時期も、高畑充希さんと坂口健太郎さんの交際は続いたと思われますので、高畑充希さんからしてみれば迷惑な報道だったのかもしれませんね。歴代彼氏7、志尊淳。高畑充希さんの歴代彼氏7人目は俳優の志尊淳さんです。高畑充希さんと志尊淳さんは2022年にドラマ「無茶ぶり」で共演されています。ドラマではキスシーンもあり、二人の雰囲気が本当の恋人同士みたいだったことから熱愛疑惑が流れました。 SNS 上では実際に二人に付き合ってほしいという声も多かったみたいです。しかしドラマ終了後に熱愛報道などはなかったため、単なる噂で終わってしまったようです。2020年1月には高畑充希さんと坂口健太郎さんは別のマンションに引っ越し半同棲状態で、結婚も秒読みとまで言われていました。ですが2021年4月に高畑充希さんと坂口健太郎さんの破局を女性セブンが報じています。高畑充希さんは2021年に入ってから坂口健太郎さんと半同棲をしていた部屋を出て、築20年近いデザイナーズマンションに引っ越していたそうです。
そして坂口健太郎さんの関係者によると、30歳を目前にして将来に対する考え方にも相違が出てきて、昨年秋には別れましたと破局理由について語っていました。また2人は親しい友人にも別れたことを報告しており、2人の破局は事実であり、破局した時期についても2020年秋頃で間違いないようですね。高畑充希さんと坂口健太郎さんは人気俳優同士ということもあり、すれ違うことも多くあったのでしょうね。2020年秋頃に元彼の坂口健太郎さんと破局していた高畑充希さん、そんな高畑充希さんに2024年現在新しい彼氏は存在するのでしょうか。調べてみたところ、坂口健太郎さんと破局後は熱愛報道や目撃情報はなく、現在はフリーである可能性が高いと思われます。また2021年の4月の女性セブンでは、高畑充希さんに新恋人がいない可能性も報じていました。仕事が忙しく恋人を作っている暇もないようですね。ですが高畑充希さんも年齢的に結婚を考えても不思議ではないと思いますので、新たな熱愛報道が出る日も近いのかもしれませんね。そんな高畑充希さんには酒豪エピソードが話題になっています。詳しく見ていきましょう。以前あるトーク番組で、お酒を飲んで酔っ払うとダメになってしまう、そんなダメになった私をみんなが楽しんでくれるのを見て、それでいいんだって思った、そこからは崩れる一方でと、結構お酒も飲むことを告白していた高畑充希さん。舞台私は慎吾の打ち上げでも、おそらく紹興酒あたりをかなり飲んだのでしょうか。赤い顔をして視線もうつろな、まるで昇天したかのような表情をしていたという高畑充希さん。そして顔を隠すこともなく、千鳥足で西武新宿駅方面へとふらふらと歩いて行ったそうなんです。高畑充希さんの酒豪エピソードも意外な一面で面白いですよね。今後も高畑充希さんの活躍に目が離せません。いかがだったでしょうか。今回は高畑充希さんの歴代彼氏や、高畑充希と坂口健太郎さんとの関係、高畑充希の現在の彼氏についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。